北陸の工場に仕事を見つけ引っ越してきた孤独な山田。大家の南と申します。どうも、僕隣の島田、よろしく。山ちゃん、マジご飯たくさんもあるよね。もっと他の才能欲しかったです。どんな人だったのかね、山ちゃんのお父さんは。どうせろくでもない人生ですよ。山田さん、アイス食べますか？え？アイス。すき焼きだよね。あ、いや、まいったな。僕、金持ってません。いただきます。ささやかな幸せを細かく見つけていけばさ、なんとか持ちこたえられるのよ。笑顔で過ごしていらっしゃいますか？友達でも家族でもない、でも孤独ではない、カワッペリムコリッタ。いただきます。